いつから関係のないイベントになったんだろう。いや確かにな、いつからだろう。山もなんか高校というか、まあ学生時代は女の子がさ、なんか教卓にさ、男子、男の子に向けてポッキーとかトッポとかをなんか積み重ねてたので、男子も男子でなんかそのホワイトデーの日にポッキーとかなんだトッポとか積み重ねて、なんか黒板にありがとうみたいなこと書くみたいなことしてたんだけど、私は別にそこに混ざってなかったからなんかいつも投稿して、あーやってんなー、すげーなーと思いながら見てたんだけど、いやもうそういうのもないじゃん。うん、うん、そういうのもないじゃん。うん、混ざってなかった。うん、混ざってなかったよ。見てた見てた。あーいいねーと思いながら、やってんなー今年もーと思いながら。でもいいの、女子一同ってその派手めな女の子たちが書いてくれるから、山も一応入ってたわそこに、女子一同として。うん、女子一同ですあるよな、そういう優しいとこあるんだよな、陽キャの優しいとこ。うん、いや混ぜてくれるの優しいよね。